堤正幸は、日本の海軍軍人で家族。2.26事件後に自決した、海軍少佐、男爵である。海軍兵学校。祖父、堤正義は、福井藩士で、堤は、少年時代に、郷土の先輩である、佐久間勤の巡職に感動し、潜水艦乗りとなった。1928年海軍、水雷学校高等科を修了。 海軍潜水学校をつし学生を経て、潜水艦の航海長、第一潜水戦隊参謀などを務めている。海軍大学校在学中に自決した。高松の宮信人新王は、海大、大谷厚氏、佐根松譲る、豊田熊浦は、海兵、海大ともに同期生である。海大在学中、堤ら学生は、陸軍馬術教官、西武一に、馬術の指導を受けていた。 西は学生に近く変な大きなことが起こると語っており、ほどなく2.26事件が勃発した。なお西は、筒美の園席である。事件発生の朝、筒美は拳銃を携帯し、ゲートルを巻いた姿で、また筒美の机中には、軍刀と皮キャハンが準備されていた。階大では、通常通り授業が行われたが、筒美は、大いら学生に、 高松の宮を宮中へ散大させるよう主張した。学生長の大井は、状況がわからぬ我々が動くのは筋違いであると答え、堤と激論になっている。2.26事件の判決は6月4日に下されたが、堤の自決は6月17日であった。黒潮会記者の杉本健は、堤の葬儀に大物右翼から、 花輪が送られていることなどから、2.26事件を起こした青年将校とのつながりを推測している。しかし、筒美は、教官の高木総吉に対し、海軍はなぜ討伐隊を出さないのかと詰め寄っている、事実があり、また、憲兵の取り調べを受けることもなかった。筒美の自決の原因は、遺書がなかったため明確ではなく、2.26事件と、 何らかの関係があることだけは、友人の一致した見方である。1992年、平成4年、NHK で放映された、高松宮日記に関する番組の中で、大井が2.26事件時に、包が学生長の大井に対して、高松の宮の宮中三代を主張したことを、10回していた。ありがとうございます。